縫い方いいやろ。ちょっと見た目以上にむずいかも。フィッシャーズさん腕系ばっかりですよ。はいどうも皆さん、こんにちは。関西エンタメ横の男です。今回は兵庫県神戸市にあります六甲山アスレチックパークグリーニアさんにやってきました。ついにやってきました。アスレチック第2弾ということで、ここはね超大物有名スーパー YouTuber のフィッシャーズさんが監修しているアスレチックパークになってます。今回はねここ来てアスレチック存分に楽しんでやろうじゃないかというところで、今回カメラマンこうよ来ていただきました。これよろしくお願いします。2回目やね。2回目やアスレチック。なんでアスレチックばっかやね。今回はその中でも水上アスレチックとアッスルアスレチックというところをやっていきたいと思います。よくあの YouTuber さん来てます。グリーニアいっぱい動画出てるんですけど、まあね、どれもこれも水上に落ちるっていうオチ多いと思う。多いやろ。多い多いやろ。めっちゃ見る。めちゃめちゃ多いやろ。でも俺らちゃうで今回、うん、水上に落ちないという水上に落ちずに最後までクリアするっていうことを目標にちょっと今日頑張っていこう。 OK、うん、じゃあ早速自然豊かな場所で体を思う存分動かして楽しめましょう。六甲山アスレチックパークグリーニアさん行ってみましょう。いくぞカートイ。グリーニアは1日中遊べる。 63% 以上の人が4時間以上ここに滞在すんねんて。へえ。1日中遊べるみたいな。追いかけろ。あ、追いかけろ追いかけろ。アップアップアップ。遅い。なんか通りましたけど。なんか通りましたけどね。グリーンリーフアイスが食えるとこや。勝利のアイスですね。勝利のアイス。あ、なんか飲んでる。あ、なになに、なになになに。まあ、なんか飛んでますけど。モコモコソフトクリームや。モコモコソフトやな。オッケー、じゃあ俺ライス行くわ。大食いやな。今回行くところがね、ここの水上のアスレチックのところと、ここデカリキバーベキューもできるっぽいね。うわ、来た。結構人多いぞ。めっちゃ多いな。うん、じゃあこっからは東京で行きましょう。こっちにはバーベキュー場もある。じゃあこれはちょっと人いっぱいやけど、クリア目指して頑張っていきましょう。スマホを財布など、窓をかけた中身は全てカバーの中に入れるが、余裕があるね、そちらご用意ください。いや、お気付きでお越しください。はい。じゃあこれはクリア目指して頑張りましょう。もっと消防士がどれぐらいできるのかっていうのを見せてあげます。見せてくれ見せてくれ。縫い方いいやろ。ああ引くな。マジ引くの。落ちる。あー取れ。もっと上行こう上行こう。うわあ。落ちた。えもう落ちた。まあギリ落ちてた。ギリ落ちてないよ。オッケー。ちょ、あのね、靴ミスってるっていうのもあるし、このなんていうの、外開きにする筋肉がやばい。骨盤いかれるあれ。めっちゃ痛い。意外とグリップも効いてないっていう。結構滑りやすい。キノコのコのコ元気のコ。これはいける。めっちゃ怖いな。よっちか、待って、もっと。あ、余裕やん。お疲れさん。まあまあまあ全然余裕やったな。あ、いいよ。あ、前腕が綺麗。よいしょ。これは大丈夫だ。これは簡単。おお、およ。どこっすか。生渡り平均台。手使うとあかんで。いや、手使うな、無理やろ。いや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 、これはほら、いけてはるよ。高さは分かってる。
法なるほどな、うん、低い方がなんか子供とか、うん、あーそう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 女性の方が行くとこなるほどねこの高い方が多分、うん、男性一般男性まあいけるんちゃうかななんだよなんだよどう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  そこ女性のところへおーオーケーまあ多分普通の人は無理やと思うこれはね俺カメラ持ちながら行くわおーマジで行きます13だけ見てみるうわっもう意外と沈むな分かったこれいや俺も体重重いから大変やこれあやばいやばこれちょっと舐めてたね完全にスライダーボール滑るだけやからね最速で行こう最速で行くうん助走つけていくそんな助走つけるもんちゃうヤッホーそう楽しいこれどこでさ痛いから道が細くなってるああなるほどねいやこれちょっと見た目以上にむずいかも遅いな無理ああやば逆でやってみよう進んでこっから進むよあっ OK これむずいちょこうやってみていいこれやってほしいこれやってほしいほんまにあもう怖いお、待って待って待って、無理無理無理何しよう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 編集で何とかしといてじゃあちょっと板丁寧にしといておおバリムズだよこれいくこれはいいいくでほいあぶないあぶないあぶない最大にこけたイメージはできるポンポンポンああ行きます。最速で行こう。最速で行く。うん。怖っこれ。オッケー。オッケー。よー、あ、ちょっとでいい。え？よー。おい。おー。いや、すごっ。おこれはねやってましたからえっこれはむずいです絶対にボルダリングここもあるほんまやえこれは無理よここやな壁沿ってやな壁沿ってやけどこれも重力に逆らってんねんこれって体ほんまはこうなるはずやのにこっちに持っていかないから腹筋めっちゃ使うぞこれちょっともう映画想像できねえけどうおこれきつっすごい生き方が分からない生き方が分からんなもんこれとりあえずいやそうなるだろめちゃめちゃむずいこれは剥げてない剥げてるなんかだいぶ濡れてますけどえ、濡れてるように見えるちょっと水しぶきかかったぐらいかそうやなでもいろんな人落ちてはるからじゃんってかかんねん確かに、うん、あ、これいけるじゃんこれいやいやいや釣られた丸太を渡ってお早いな曲げてんでこれうんこれが数々の YouTuber を苦しめてきたそうなん、うん、これタン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 ですようん、いきますよっしゃー、OK よっしゃおおすごっ水の上を走るっていう、うん、これは体重重いと不利体重重いとちょっと不利やなだ体重で負荷かかる前に、うん走り切る沈む前に走り切るそうなんだすごないすごいすごいすごすぎちょっと太りすぎた太りすぎた次行ける気するマジでうんちょっと軽なるわ行きますあ
はい、ということで無事クリアということでね。どこかやねん。ちょっとね、舐めてた。あの結構むずい、難易度高い、壁張り付いて進んでいくっていうやつとか、ちょっと今耳ボンボンってなってる。声は簡単やった？俺はまあ簡単っちゃ簡単やった。あ、全然濡れてないしクリア、まあ完全制覇。でもね、これより難しいもう一つ陸上のアスレチックあるんで、そっちも行ってみましょう。レッツゴー、レッツゴー。これ俺ちょっと帰りの靴忘れたわ。え？電車で帰りや。じゃあね、続いて陸上アスレチックでかい力行ってみましょう。カズミ、まあ、こんなんね、うん、もうロープ登るだけなんで。おー、レッツゴー、レッツゴー、よし、おー、ナイス。ああ、すごっ。オッケー。さあ、レベル上がってきたんちゃう？難しい、大人向け。これまだ手だけやもん。うん。うわ。すごっ。痛い。これ見た目以上にきつい。じゃあこうやってみ、いやいや、これ見てるんだよ、これ。ジャボンやで。よっしゃー。ぶねーって。え？板を掴んで。スーパー階段アスレチック。見せてくれ。腕パンパン。手が痛いな。いや、これは。おお、おお、むずいで、ここすごい、いける。頑張れ頑張れって、いける。どう、ファイター、頑張ります。すごい。うわ。おー、すごい。うわー。腕が。やり方合ってるか分からんけど。うん。合ってんじゃねえの。めちゃくちゃむずい。腕が。むずい。でもなんかな、さっき。うん。頑張れって言われたんやんか。うん。それが勇気づいた。なんかすごいな。俺影響されやすいというか。みんなの期待に応えたいみたいな感じのすごい力発揮すんねんか。声援を肩に。いいね。高っ。いけるかな。腕が限界来てるけど、いきます。うわ、すごっ。すげえ。おい、あ、怖いよ。これはゴム激ムズやん。フィッシャーズさん。腕系ばっかりですよ。おうおうおう。すごいな。出て出て、あれ出て飛ばし、ででで、こんな勝負嫌やな。これも激ムズやん。いや、これはね、アルプスジムに比べると、あ、まだ掴むところ多いわ。めちゃめちゃしんどい。ちょ、一回こうやってみ。お、すごいすごいすごい。うわ、めっちゃ頑張ってるやん。すごいすごいすごい。すごいすごいすごい。めっちゃ頑張ってる。めっちゃ頑張ってる、めっちゃ頑張ってる。おー。割りきつかった。いや、これだいぶきついで。あ、初めから超 100% の状態でやっても多分きついと思う、これ。ああ、マジで。これはきつい。ここからここに渡れと。どうやって行くの？こう楕円に回るなと思う。行きます。怖っ。おお。すごい。
おお。いいね。おお。意外といける。意外といける。腕力半端ないな。だからあの激ムズの中でもだいぶレベルの差ある。ああ。じゃあ行くぞ、こうよ。せーの。それー。いやー。うわー。すげー。すごい。やるな。よーい、スタート。はい。おわ、いいね。どう、あ、そういうこと、難しそう。お、すごい。OK。 いやすごいわ。なるほど。そんな腕力使わん。そんな使わんで。ちょっとやってみる。いこう。いいね。あ、いいね。ほれよういけたな、こんなん。やばいな。うおーすごい。行ったらこれやね。行ったらこれですよ。行ったらこれやね。意外といけた。あの意外といけた。もっと難しいと思ってたんですけど、なんか簡単に行きすぎてあんまり完成も上がってなかった。さあ見せたって、何年野球やっとったん。あー惜しい。あれどうやった。やっぱり治ってなかった。やっぱり治ってなかった。ということで、木工山アスレチックパーク反応してまいりました。じゃあね、無事に完全制覇ということで、ここかやね。やば。今日、紅葉の車で来たんでね、紅葉、よろしくお願いします。今、電車賃は払うから。今日ね、体験したこと以外にもフォレストアドベンチャーとか空中のジップラインとか、あとはバーベキュー場、1日楽しめること間違いないんで、ということで、最後に営業時間と、やっぱね、ご褒美のデザートを食べて、最後に帰りたいと思います。営業期間、冬は六甲山スノーパークっていうかスキー場に切り替わるんで、フリーには遊ぶ期間は春から秋にかけての期間だけということで、ちょっと皆さん注意してください。概要欄のところにホームページ貼っとくんですけど、で営業時間は午前10時から午後の5時までになってます。午後の4時30分が最終受付になってるんで、4時半に、ね、滑り込んでさあ遊ぶぞっていう人はなかなかいないと思うんですけど、毎週木曜日が休場日になってます。大人3000円で、学生が学生証を見せたら2500円で入ります。小学生が2000円、未就学児4歳から6歳の子やったら1500円、0歳から3歳やったら無料で入ります。子供もね、大人も遊べる場所になってるんで、皆さん六甲山アスレチックグリーニアさん訪れてみてはいかがでしょうか。じゃあ来よう、アイス食べよう。アイス食べよう。クリアしたから、クリアしたからアイス食べよう。来よう、いただきます。もこもこソフトクリームとコカ・コーラというね、僕はアイスブリュレをいただきます。どれがいいんやろ。これはうまい。匂いする。すごい、よかった、頑張って。完全制覇してよかった。じゃあブリュレちゃんいただきます。あ、ヒューヒュー、うまっ。これやばい、めっちゃ美味しい。上は焼いててザラメ状になってるけど、中のクレープがひんやりしてるからめっちゃ美味しい。うめえ。はい、という感じで、このチャンネルでは関西のグルメアクティビティの新店情報っていうのを発信しているチャンネルになっております。関西の情報を見逃したくないよっていう方はね、今のうちにチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。まだね、ツイッターとインスタグラムやっておりますので、そちらの方のフォローもどしどしよろしくお願いします。じゃあ最後、六甲山アスレチックパーク、ミニンへ行きます。じゃあやってや、これね、行きますよ。せーの、六甲山アスレチックパーク
ミニー、あ、次回もまた見てくださいね。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バーイ。イエーイ。